失礼しました。バカミスの話ちょっと、うん、そうですね、バカミス、まあ、バカミスとは何ぞや、別にミステリーをバカにしているわけではなくて、はい、ミステリーの中にはですね、想像を絶する作品だとか、はい、想像力を超えて、読者に訴えかけるものがある。これ、堀島さん好きですね。はい、もう大好きです、はい、ミステリーをバカにしてるんではなくて、そういう想像力が、まあ、エクストラバカンドなっていうかね、オフビートな、はい、そういうのを、まあ、基本的にはバカミスと称して、まあ、喜んでるわけです。喜んで、まあ、はい、そういう戦場なんかもなさってると。そうですね、発想が振り切れてるってことですもんね。振り切れてます、はい、もう振り切れちゃって、昔まあ、ちょっとテレビの CM でね、はい、ビッグカメラだったじゃないですか。懐かしいです。今あんまりないんで、ビッグカメラ、あれこう CM で聞くと、もう多分音声のレベル振り切れてるから、ああいう振り切れ度、振り切れ度のすごいミステリーを、はい、すいません、例えが良くないんで、いやいやいや、なんなん、まあ、うちの相方もミステリー大好きなんで、今日ミステリーの話またしていただけるんじゃない。俺は子供の頃の夢3つだからね、3つ、そうそうそう、うん、3つは座ってから言います。古本屋行くと、古本屋行くといるんです。あ、折島さん、折島は書店に、あ、そうですか。じゃあ、着席ください、はい、大山さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はどんなお話聞かせていただけるのでしょうか。楽しみな1時間です、はい、ですね、まあやっぱりミステリーの話したので、一応これ顔面で、はい、出ますか。じゃあ、今日のテーマです。はい、ミステリーはですね、まあ真面目なものから、暗いものから、おかしいものがたくさんありますけど、今日は破天荒なミステリーね、はい、オフビートの探偵たち、探偵、ミステリーの破天荒なミステリーをいくつか紹介します。いや、俺がね、だからもう子供の頃になりたかった職業ね、うん、漫画家、うん、私立探偵、うん、連合艦隊司令長官。これはね、学校の先生から司令長官なれないよって言われてね、うん、あのね、一平君、努力してもなれないよ言われたよ、20代の女教授に。なるほど、うん、でもどっか松田優作の探偵物語っぽいところありますよね。なるほどね、そういう、ありがとうございます。ダンディズムが、ダンディズムが、おかげで今夜一晩中いい酒が飲めそうです。ありがとうございます。よろしくお願いします。どんな、まあ、ここに挙げた3つの表紙が、はい、変なものだけちょっと挙げてみたんですけど、金田一耕助対明智小五郎、いいですね。別の作家の作品なのに合わせちゃった芦部さんって書いて、はいはいはい、へー、これ、まあ、一種の、まあ、ルパン対ホームズ、ね、ホームズみたいな、お祭りですね。これは許可を得てやってるんですか。これちゃんと許可を得てると思います。あ、そうなんだ。でちゃんとオフィシャルな、ちゃんと認められて、これ続編もありまして、はいはいはい、でもどっちが勝つってわけではなくて、一緒に共演していくっていう、まあ、東映漫画祭り、チャンピオン祭りみたいな、そういう世界ですね。この場合って、例えばコナン対ルパンとかもそうなんですけど、どっちを勝たせても角が立つじゃないですか。角が立ちますね。それなんだよ、うん、それ今いいお題出たよ。本当だ、昔の映画で言ったら、大山さんありますよね、はい、座頭市と用心棒です。これもすごい映画ですね。ね、座頭市と用心棒、だから勝新さんの座頭市と三船敏郎の、要するに18番の黒沢さんのね、夢やった用心棒、うん、これを岡本喜八監督が東宝でやったんだけど、うん、どっち勝たせるか、どっち勝たせるわけにいかないじゃん、うん、これでもう、そうそうそう、プロレスだったら両者リングアウトでいいんですけどね。そうなんだ、そういうわけにいかないから、うん、だからじゃあどういう結末になったかは伝えて借りてみてください。でもこれもどうしてるんですか、どっちもすごいところを見せつつ、そうです、特徴を出し合って、お互いでこう事件を解決するっていう。なるほど、だね、明智派か近代一派かってことで、またまたファンによって分かれるからね。折島さんはどっちなんですか。俺はね、悩むのよ、静止もどっちも好きだからね。新章と文楽どっち好きみたいな。そうそうそう、そういうことなのよ。で、西村京太郎さんが、はい、大山さん、名探偵が多すぎるやるじゃんね、はい、名探偵が多すぎるっていう作品で、はい、アガサ・クリスティが作ったエルキュール・ポワロですよね。で、全部名探偵、もう公認同様の世界中の名探偵が集約される。あれは無茶でしたよね。無茶ですね。アベンジャーズみたいな。そうそうそう、権利処理どうしたのかなって。すいません、もう1枚目だけで1時間いけますね。まあ2個目はですね、はい、これはガン・ウィズ・オケーショナル・ミュージック銃時々殺人という日本でも翻訳出てるジョナサン・レセムというマニアな作家がいてですね、これカンガルーの殺し屋が後ろから狙ってるという小説なんです。カンガルーの殺し屋、カンガルーの殺し屋なんです。ここだけ見たら黒魔術みたいですけどね。そうですね。これは本当のカンガルーなんですか、かぶりもんかぶってる。これはですね、このカンガルー、この世界はこれは近未来というか
遥かなる未来なんですけど、はい、遺伝子操作によって動物が人間まで進化させるすごい設定の世界なんですよ。え、カンガルーが探偵なんですか？いろんな動物が、あ、この主人公が探偵で人間なんですけど、ええ、この探偵というか探偵役っぽい人のところに、はい、こう事件が得られくるんですけど、ええ、あのやばい事件なもんだからカンガルーの殺し屋に狙われる。へえー、何のために動物出してるのこれ。これは動物の世界対人間って言われるとこう、そういうことか、ええ、まあ異世界なんですよ。面白い。わかさん、ちなみにタイトルってひょっとして赤川二郎さんの晴れ時々殺人とちょっと なんかおかしい。こっちが若干先とかね、こっちの方が後ですね。あ、こっちの方が後ですか。の方があのもっと前です。あ、前ですか、はい、何を確認したのかよくわからない。いや、まあこれは、ね、これはあのちょっと趣味で入れたんですけどね、はい、エド・ヌーンという作家がいました。あ、これエド・ヌーンという探偵なんですね。マイケル・アバロンさんという作家がいて、はいはい、シュート・イット・アゲインさん。あ、これは大山さん、はい、カサブランカの名セリフですよね。はい、プレイ・イット・アゲインさん、サムっていう、おー、映画館のカサブランカ、あの黒人のサムに向かって、うん、もう一回あの時の思い出のピアノを弾いてっつってプレイ行ったアゲインサムって言うんですよ。で、ハンフリー・ボガートのボギーがね、そうそうそう、出てきてその曲は弾くなと言っただろうっていう、そうそうそう、それでね、会うはずなかったね、あのイングリッド・バーグマンと再会しちゃった、あのシーンだよ、何でも出てきちゃうねあれね、あのボギーのね、あのところにあのイングリッド・バーグマンが本命なんだけど、うん、あの違う女が来るんだよ、酒場でさ。ほんであのボギーの背中にね、こう手当てね、ゆうべはどこにいたの、そんな昔のことは覚えていたかっこいい、今夜会える、そんな先のことは分からない。スイッチ押しちゃいました。いや、かっこいいセリフですよ、それね。その今の話を知ってるとこの小説は楽しく読めて、日本では紹介されてないんですけど、このエド・ヌーンという探偵が頭後ろに殴られて、意識の流れの世界に入っちゃうんですね。自分は今言ったハンフリー・ボガードのサムであるって認識したまま、ハリウッドの中で事件を解決していくというですね。え、じゃあ折島さんが丹波哲郎になって事件を解決するってことだ。まさに今まさにその言った通り、繰り返し繰り返しやっぱり砂のおつわり飲み込まれてね、いや、そんなのあるんだ。折島さんの意識の流れをこう体現してると思うんですけど、だからこれ近いんですね。いや、面白い。ちなみにこちら未訳なんですね。これ未訳、これね、ぜひ翻訳で、ね、出してほしい作品です。これは映画ファンにはたまらないですね。これね、映画ファンにはたまらないです。ハリウッドミステリーですね。しかも狂ったハリウッドミステリーですね。でも今日はこの3つの話はしないで、なんでしょう、これあくまで序章だったんですね。アバンだったんですね、これは。オードブル並べていきなり下げられちゃいましたね。いいでしょう、はい、じゃあ行きましょうね、はい、はい、じゃあ本題から、やっぱり話題はこの人でしょう。何トランプ時代、あのですね、意外な展開ですね。僕もこの二人を、に対峙するにあたって意外性の極致を目指す。そうするしかないので今回はこれでまず勝負します。はい、まあ、トランプは今の話題ですね、まあ、まさか彼が大統領になるとは思いませんでしたけど、彼はこれ、若い時、これ40歳の時の本ですけど、1987年にトランプ自伝というタイトルに出てます。まあ、あのザ・The Art of the Deal っていう、まあ、取引の、まあ、技巧というかね、全然違うタイトルなんですね。全然違うタイトルなんですよね。トランプを配るやつ、配ることをディールって、ディール、ディールね、ディーラーディールで、そのタイトルとかけてて、まあ、シャレたタイトルなんですよ。なるほど、まあ、なんでこんな話をするかというと、はい、まあ、一応大統領とミステリーの話をちょっとしようかな。なんだろう、大統領の、あ、折島さんピンときた、ピンときたよ。あら、うん、いいですか。いいですよ、うん、ルーズベルトが絡みますよね。それをじゃあ行きましょう。はい。分かっちゃうんだ。分かっちゃうんだ。すごいですね。さすがですね。え、ルーズベルトが書いてる。そう、書いてる。書いてる。大統領がミステリー書いてる。ルーズベルトはですね、ものすごい大衆小説が大好きな人。で、ミステリー大好きで、しょっちゅう多分ネタを考えてた。自分の考えるストーリー、これもあの弁護士をやってる会社の おじさんと奥さんね、奥さんは金目当てでその人と結婚した、それとその、奥さんの愛人みたいな人と、それからその弁護士の人も恋人がちょっといるって好きな人で、四角関係の中で、まあ、サスペンスストーリーが展開するのを一人ででも書けないんですよ。ルーズベルト、俺こんなネタ考えたんだって飯会で話したら、まあ、バンダインとかガードラーとかそうそうたる作家が、
私たちがじゃあ助けましょうって一冊作っちゃう。あ、じゃあ語り下ろしみたいな。そうですね。シリーズ構成をやって脚本は他の人がやった、はい、冒頭はルーズベルト謎解き謎、あとは名人たちがこう次々と、はあ、ファンダインなんかも黄金時代のね、そうそうそう、作家ですよ。あのすごい弦楽趣味を、そうもうあの、うるさいぐらい趣味が濃いっていう、ファイロバンスっていう、ファイロバンス探偵名探偵ファイロバンス、はい、分かり合ってるなこの二人すごいな。いやだからね、そのもう人間っていうのはどんな頑張っても才能がね、あの大傑作は6作ぐらいまでしか書けないから、そうそう、俺は6作だけ書くっつって6作書いたんだよ。そしたらこれが大好評であまりにもアメリカ中の読者抜けちゃったんで、じゃあってんで結局12作書いちゃった、ね、12作書きました、はい、最後ヘロヘロですもん。ですよね、はい、ベンスン殺人事件、カナリア殺人事件、グリンケ殺人事件、ソウジョウ殺人事件、この辺までは傑作なのよ。怖いわ俺島さん。ただ5作目のカブトムシ殺人事件、6作目のケンネル殺人事件、そのあたりから落ちてきますね。当てらんわけですね。ちょっと当てらんわけですね。ちょっと金のために書いたんですね、名声と ね、 ね、こんな人いるんですか。そうなんや、なかなかここまでは出てこないですよ。好きなのよ。怖いな。恐ろしいですね。懐かしいですよ。はい、まあこの人が書いたのは、大統領はですね、ミステリー好きなんですね。この人も好きだったんですよ。リンカーン。リンカーン。アブラハム・リンカーン。ね、奴隷解放の父。あ、書いてた。うわ、あ、野崎隆役ですか。そう、野崎隆役者に反応しちゃった。野崎隆役、ライ麦畑で捕まえてる役者じゃねえかよこれ。ああ、なるほど。そうそう、村上春樹の役もいいけれど、野崎さんの役もいい。でその人が今世青年に名役なんですよ。エイブラム・リンカーン、トレーラー殺人事件とか作る。ちょっとビジュアルに困りまして、目次の写真で申し訳ないんですけれど、一応ね、物証がないと。いやで、リンカーンはエドガー・アラン・ポーというモルグ街の殺人という、はい、ミステリーの、まあ、始祖と言われる、始祖ですね、彼の小説が好きで、私もミステリーを書くんだっつって書いたのがこのプレーヤー。まあ話はたわいないです。あの2人の人間がいて、その殺人が絡むという殺された男に書いてたリンカーン。でもリンカーンっていうのはね、ミステリー的にはものすごい重要な人で、面白いことたくさんやってるんですけど、はい、だけどまあ一応このトレーラー殺人事件っていうのはちゃんとミステリーシーンが起こって、エラリー・クイーンが発掘してきたっていうです。はあ、ねえ、日本でもちゃんと翻訳が出て、こういう偉い人が翻訳してたのがすごいですよね。そうですね。いや、これは折島さん気持ちいい壺をしてもらえてるんじゃないですかね。気持ちいいよ。もう混沌状態だから。もう混沌状態。もうあと数分で混沌する。バンダイン論とか小林秀夫が。え、あれはね、対談してんだよ。これね、対談なんだ。そうそう。小林秀夫とエドワーランボの対談。なんで知ってんの。あれはね、対談してるんだよ。いやいや、なんで知ってんの、うん、読んだから。すごい、知ってるんだ。読んだから。読んだ。本当はね、三島由紀夫ともあったらもうちょっと面白いんですけど、だ昔のこういう 文壇の人たちは耳見せに好きなんですよね。だって三島さんは江戸川乱歩の黒トカゲに惚れ込んで、そうそうそう、戯曲化したんですよ。そうそうそう、原作はあくまであれ江戸川乱歩だから。そうなんだ。そうそうそう、三輪明宏は三輪さんの一世一代のね、うん、当たり狂言ですからね。あれでもう一生ね、はい、代表作ですもんね。そうですよ、そうそうそう、今はまあそういうわけで、リンカーンという人はものすごくそういう意味ではミステリー史の中でちょっと位置があるんですけど、はい、はい、持っていこうかな。おこれ、まあ、あるこのセス・グレアム・スミスさん、これこの間映画になったリンカーン秘密の書っていう映画になったからご存知の方で、このヴァンパイアハンター、これは実はリンカーンのお母さんというのはヴァンパイアに殺されたということで、そんな人なの。リンカーンは少年時代からこうヴァンパイアハンターとして育てられて、ある時大統領になるんですけど、その大山さんどうしちゃったんですか。そういうお話ってことですか。そういう話ですけど、はいはいはい、当たり前じゃねえか。実話ではありませんので、そうね、だけどそのセス・グレアム・スミスっていう作家はこういうその虚実を混同することの面白さっていうのは、あ、現実のモデルを使ってっていうことなんですね。へー、こんなのもあるんだ。これ映画になったからね、これひょっとして、おじさん、この原作者って、うん、あの原作者と一緒ですか。あの原作者ですよ。あれですよね、傲慢と偏見とゾンビの原作者。怖いです、大島さん。
怖いです。あれなんだか見覚えがある名前だよ。あったんだよ名前で。わっちゃう親父さん、はい、これも映画になりました。はいはい、大傑作でしたよね、うん、これもオーマンと偏見ってジェーン・オースティンという人を書いたイギリス文学の傑作中の傑作ですね。親父さん、お前ジェーン・オースティンの傲慢と偏見といえば、うん、さっき大好きな漱石がめちゃくちゃ推しの漱石がね、だろ、そうですよ、イギリスで夏目漱石ってさ、はい、ロンドンで留学してる時にそう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 、ね、大好きだったんですよね。大好きだった、大好きだった、でこれをこのジェーン・オースティンってのは漱石も相当ちゃんと読んだ、だからまあ、はい、漱石の小説っていうのはイギリス文学の系譜なんですね、はい、でまあ傲慢と偏見って何となくタイトルが硬いから、つまんないように思えるかもしれませんけど、このジェーン・オースティンっていう人は男と女が結婚するとはどういうことかってことだけど、生涯、まあ、考えていろんなパターンを作って男と女の結婚だけで小説を書きまくって、どれも面白いという。へえ、今も読まれてるのはそういうことですね。早すぎた小津安二郎みたいなもんね。そうですね、ずっと同じことをね、形を変えてやってるんですよ。父さんはお前にお嫁に行く前にっていう知識をやりたかっただけですよ。父さんはお前にお嫁に行く前にフォースを身につけてほしい。ごめんなさい、これスターウォーズでした。本当はデューチシューがやるはずだったね。なるほど、なるほど、本当だけど、はい、現象の表紙すごいですね、まあ、これすごいですね。まあだから現象はこんなすごいんですけど、ちょっと日本ではちょっとちっちゃくなっちゃった、気持ち悪すぎるからってことになった。これでも、ね、よくできててね、できてますね、まあ、元版の表紙が綺麗な、ね、この主人公エリザベスっていう主人公のゾンビで、このエリザベスはこの小説ではすごいのはカンフーの達人なんですね。カンフー、カンフーの達人なんです。むちゃくちゃだな。東洋に留学してるんですよね。そうなんですよ。でエリザベス兄弟はこう男に言われて結婚したりとか、その兄弟たちと男たちの関係でこう何組ものカップルを描いてるんですけど、でもそこにゾンビが入ってくるもんですから、彼女たちはですね、ゾンビをやっつけなきゃみんなカンフーの達人なんですよ。なんてこと考えた。俺島さんは読んだことあるんですか、これ。いや、映画は見た。映画は見たんです。映画が素晴らしかった。なるほど。でもこの作者はですね、なかなか変なこと考えたということで、面白い。リンカーンの、この後にリンカーン書いてまだ若い女性なんですよね。うん、すごい、まあ、女性な。でもこれは大当たりしたんです。欧米ではですね、大当たりして、文学にこんな、あ、全然ミステリーの話じゃないですけど、すみません。でもこの、人のヒットのおかげで、はい、このアリウが次々と出たんで、ちょっと今日はアリウを紹介します。おお、ちょっと楽しみ、はい、なんだろう。でもこれは想像できないかもしれない、はい、まずこのベン・ H ・ウィンターズさん分別と多感と海の怪獣ってのが書かれましたセンス&センシビリティ&シーモンスターズタコオヤジがこう絡んでくるっていう気持ち悪い。これまだ読んでないんですけど読みたいな。これは何なんですか。ハーレクイーンとかじゃないですよね。なんか職種に、まあ、センス&センシビリティっていうのもやっぱり2組 の、 その、カップルを描くジェーン・オースティンの結婚話なんですけど、まあそこにシーモンスターがどうかなってちょっと楽しみです、右のは何でしょう。これはですね、人気本でも大人気の不思議の国のアリスのゾンビ版で、なんでゾンビなんアリス・イン・ゾンビランドゾンビ文学ってタイトルにしちゃってますけど海の怪獣、ゾンビ、まあそうか、まあ、ゾンビはね、今や何でもゾンビ、ウォーキングデッドもそうですけど、はい、ゾンビは我々にとっては割と身近な存在なんですよね。でもこれってロメロとかより前にゾンビ文化ってのはあった。いや、やっぱりロメロがゾンビですよ。やっぱそうなんですか。最初はロメロ、ジョージ・ロメロですよ。実はもっと前はゾンビ映画がイギリスとかでもやっぱり何だっけな、デイナイトオブデッドとかあったんですよ、うん、ゾンビっぽい、でもやっぱりロメロゾンビ、ああいうゾンビ決定版が、ゾンビ決定版っていうのはロメロ、デッドにリビングをつけたところがポイントですよね。あ、そうです、そうです、ナイトオブザ・リビングデッドなんです。つまり生きて動いてる死者っていう表現。なるほどなるほど。それがナイトオブザ・リビングデッドの長いから、次のタイトルでザ・ドーン・オブ・ザ・ドーン・オブ・デッドになって、うん、ゾンビ、なるほど、タイトル変わって、なるほどなるほど。でゾンビ映画ってなんか今や市民権を得られましたよね。だからそれが1968年とかその辺ですから、半世紀以上。え、昔牛丼一筋300年、早いの安いのうまいの取られたじゃん。あった、筋肉マン。ゾンビ一筋40年ですよ、ね。そうそうそう、怖いのやばいの動くのって。ジョージ・ロメロ。ロメロすごいね。そうそうそう、ロメロは発明を大発明ですよね。こういうところにも、まあそういう影響が。まあ、ゾンビ文学と称して、まあ、今や振り切ってるな。振り切ってますよね。
まあミステリーじゃないんですけどね、変な世界だね、はい、じゃあまあそういうのもありますんで、ちょっとこれ余談です。はいはい、もう一個追加、僕もこのまで読んでないんだけど、今取り寄せてる最中です。あ、とうとうホームズとも取り寄せてるんだ。これ新刊なんですね。新刊です、これ2017年にこんなの出てんだ。これ新刊です、まさに出たばかりです。ゾンビ文学とシャーロック・ホームズが合体したんですね。で、なんですごいなと思ったら、シャーロック・ホームズ&フライング・ゾンビ・モンキーズ。モンキーズ、確かに右下なんか猿ですけども、推理の余地もないですよね、これもうね、こうなると。いや、これさすがに盛りすぎでしょ、これ盛りすぎですよね。ゾンビだけでなるなら、まだしも猿の上に飛ぶんだぜ。猿ゾンビ、飛ぶ猿ゾンビってことですよね。飛ぶ猿ゾンビ、すごいな。フライングモンキー、飛び猿、飛び猿、後期未渡航も、いや違う、その飛び猿じゃない。行くとこまで行っちゃってんですよね。行きましたね。これはやっぱシャーロック・ホームズ人気にあやかってってことなんですかね。まあホームズ人気とゾンビ人気がこういやいや、そんなシャーロック・ホームズ大丈夫なんだろうか。だけどほら、ベネディクト・カンバーバッチがさ、うん、はい、現代版のホームズで当たったじゃん、はい、あったあった、あれも多分背景にあるね。あ、そうそうそう、ありますよね、ありますよね、そういう文脈でなんだ。やっぱり僕らミステリーファンにとって、あのシャーロックってのは衝撃的な、どうだったんですか、大山さんにとって。いや、もう大歓迎、大感激ですよ。僕も同感です。同じですよね。最高でしたね、はい。でこの前の、シャーロック その劇場でも公開した、まあ、テレビ作品だけど、はい、忌まわしき花嫁、あ、見ました。あれはすごかったですね。あれはすごかった。もうギリギリですよ、破綻寸前だけど OK って、はい。しかもね、ちゃんとホームズって麻薬中毒者ですからね。そうそうそう、ジャンキーですから。その麻薬中毒者のところも逃げないでちゃんと描いてる。なるほどなるほど。ドラマによってはなんかほら、ちょっとそこカットしちゃったり、うん、こういうなんかね、うん、こう薬物注射するところも撮らないんだけど、うん、ちゃんと映してますよね。ちゃんとやってますね、そこもちゃんと検索。 BBC が作ってるとか偉いです。偉いですね。偉いんですよ。そっかそっか。あ、そこが NHK と違うんで。なるほど。なら言わなくてよかったな、これ。まあそういう意味でこれは行くところまで行ったので、まあ、今後これこういう、まあ、読んでないので、私もこれから読んでまた面白いかどうかは。すごいね。これはだけど大変だこれ。だってこれ日本で言ったら金田一耕助と、うん、飛んでる猿ゾンビってことですよね。そうです。すごいな、面白い。なんかいろんな発想があって面白いですね。飛んでるわ、こんなのもありなんだ、うん。はい、じゃあ、まあ、あんまりはい、外れていくとですね、混沌としちゃうんで、ちょっと大統領今度は何だ、これまたはアイザック・アシモフという SM シャッター。アシモフですよ、アイザック・アシモフですよ。竹村健一さんじゃないですよ。似てますね。言うなればじゃないですよ。一応ね、アイザック・アシモフというサイエンス・フィクション・マガジンと彼の名前がついた SF 雑誌があって、まあ、SF の大河ですか。 SF の大河ですね。ロボット三原則を作ってる。そうです、そうです。ロボットを定義したと。そうそうそう、ロボットはいろいろと制約があって人類と一緒にこう歩むんですね、はい、その歴史をもう壮大に描いていた人ですね、うん、でその人の作品の一つに300年祭事件って短編があって、こうそれはロボ大統領ロボットがやるという。あー、面白い。とうとうね。そっかそっか、これ面白いですね、発想としてね、うん。ロボットっていうのはだから今で言う人工知能的なところにちゃんと肉体をつけたみたいなことなの。そう、いや、それが人格がある。この小説はロボットなのか人間なのかという謎が一応あるんですよ。 あ、じゃあ完全なロボットとしていきなり出てくるわけじゃなくて、これはねミステリーなんです、完璧に。だから謎が必ず設定されてて、要するに暗殺されてるんですよ、いきなり。でそれがあれっていうことが展開していくと、彼は人間なのかロボットなのか、それで、じゃあどっちかというと広角機動隊寄りっていうか、あ、そうね、擬態化した擬態化してるじゃないかとか、うん、まあこの小説はこの作品集ってそういうその人間とロボットがこう融合していくっていうか、そういうとこまでアシモフはずっとかけてるんですね。すげえ早いな、アシモフは。うん、アシモフはすごいすごいです。はあ、面白い。壮大なスケールですからね。大統領がロボットなの。はい、他どんな人が大統領かっていうのをちょっと見ていきますね、うんうん。あ、これね、最後の究極の大統領。今回はこれだけを進めに来たつもりです。お、なんだろう。これ大統領が発狂しちゃう話ですね、これね。あ、笑ってますね。読んだんですこれ。読みました。読んだ。いや、なんで知ってんだ。なんで知ってんだこれ。これはね、これはもう何も言わない。何も言わない。そう、何も言わない。何も言わないですね。面白いことは確かなんですね。これまず何がすごいかというと意外な範囲なんですよ。で、どんでん返しがあるんですよ、うん。でも読み終わったら
大体これ、はい、読んだ人に感想をね聞くと、はい、賛否両論なんですよ、はい、そんなはずないよっていうのと、はいはい、おこれはすごい真っ二つですね。へ、あ、じゃあもうやっぱ読んだ後についつい喋りたくなるっていう、うん、これはね、まあ簡単にストーリー紹介するとバレちゃうのでギリギリまで言うと、まあ要するにワシントンのホワイトハウスの中に大統領がいるんだけど、その大統領がだんだんちょっと変になっていくんですね。で、取り巻きじゃないね、一応スタッフがいるわけですよ。スタッフの中にどうも大統領に対して殺意を持ってる人がいるらしいんでね。で、小説の中に時々我々っていう、我々って何だか分かんない人の一人称複数形が出てる。で、そういう我々は要するにこうやらなければならないみたいなことが時々出てくるんですよ。はいはいはい。書を変えて。書を変えて。ちょっと陰謀して。文字も変えて。で、なんでわからないんですよ。で、それが今度中盤になると、この大統領は鉄道マニアで、うん、私はこう、避暑地に行くのに鉄道で行くのだっつって、うん、エアオーフォースワンみたいなやつの鉄道版乗って行くんですよ。で、今度そこが舞台となった殺人劇が起きるんですよ。だから鉄道の中で殺人が起きて、誰が犯人っていうのが中盤なんですよ。で最後は別荘行ってもう一回殺人が起きるんですけど、だんだん大統領を追い詰められていくし、犯人は誰なのかっていうのはもう最後までわからないですよね、はい、でもね、面白いのはね、誰、僕ら読んでると、あ、こいつが犯人かなみたいな、なんとなく、うん、考えようになってくるから、ね、でもね、それはね、もうその段階で作者も手の上に乗った状況。面白そう。これはやっぱり国内外でも話題になってるやつなんですね。なりました、随分。今ね、ちょっとあの品切れで、あ、そうですか。古本屋で探した方がいいです。だけどね、なかなか長生きした本でね、これは面白いです。これいつぐらいに出た本なんですか。これね、1992年ぐらいですかね。20年ぐらいなんですね。20年ぐらいなんですね。だからちょっと古本屋探してみたら、でもね、ずっと版は重ねていたので、吸ってますから。このプロンチーニとマルツバーグのコンビって、これ以外にも作品あります、書いてますよね。書いてます、書いてます。これコンビでやってんだ。いやいや、あのね、もともと2人ともね、別のちゃんとピンで、ピン芸人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 で書いてますね、うん、そうなんですよ。だけど、うん、まあこれ、まあ、タッグを組んでやってみよう。この2人が組むとね、異常化学反応するんですよ。なんだろう、それ面白そう。あのね、このまあ、ビル・ブロンジニってのは真っ当な作家で面白いです、マルツバーグってのは編集者で、SF 作家なんですけど、まあ、意識の流れを延々やってる人なんですよ。だ、変な作家なんですね。だ、今回も意識の流れが出てきますけど、2人で書くっていうのはアイデアを出し合ってっていうことなんですか。うん、多分ね、あの魂の兄弟だっつってる2人、はあ、その2人のやり方でエラリー・クイーンだって、あれはあの2人の作家の2人の人物が共作だからね。なるほど。そうマンフレッド・リーっていう人とフレデリック・ダネイっていう人がコンビ。エラリー・クイーンってそうなんだ。そう、フジコ不二雄みたいなもんだったんですか。いとこ同士なんです。いとこなんですよ。それで喧嘩しながら作ってたんですね。金は俺だとか言うて、でも結局二人でやって、だからまあ二人でやるとディスカッションするからいい展開、いいアイディアも出るし、うん、はあ、面白いですね。最強ですよね、二人で。で時々ね、三人で書くことがあって、ね、なんだそれ、やりすぎじゃないかって。その場合もう一人誰が入ってくるんですか。いろんな人が入ってきますね。ただ長編をやって、三人でやってるのは短編をやってますね。こんな人たちもいるんだ。大統領今旬ですからね、これぜひと。確かに。いや、大統領という切り口でね、紹介して。でもただこれ大統領が発狂っていう、あの、この見出しだけ見るとトランプ、うん、まんざらでもみたいな、まんざらでもみたいな感じになりますからね。今のこの大統領ももう行くとこまで行ってますので、時間があったら見つけてみて。あ、面白そう。これは本当問題多すぎる。問題多すぎますね、はい、森島さんこういうの読んで、うん、誰かにその感想をぶちまけたりとかっていう機会ないじゃないですか。あるわけないじゃないの。心の中でずっと溜めてるんですか。なんか溜めてますよ。そうなんだ。溜めてますよ。俺ならどうするみたいな。割とその孤独な作業をずっとやってるんですか。当たり前ですよ。本当に俺ずっと前シャドーボクシングですよ。シャドーボクシング、精神のシャドーボクシングです、いや、読書ってのは基本的に孤独な作業なんですよ。まあそうですよね。でもこうやって話すのも楽しいから、そうですね、あの本の世界って面白いんですよね。まあ、というわけで大統領いろいろ出ましたけど、はい、まあ、最後にですね、我が尊敬する大統領を挙げておきたいと思います。はい、お祝いの大統領。
およよ大統領。こう来ましたか。はい、およよ大統領。あーねー、小林信彦さんの。およよ大統領ってさって、みんなピンとこないかもしれないけど、今復刊したら結構、読み直すと面白いですよね。はい、はい。はい、だから、ま、少年もののように見せて、そうそう見せて、大人の感傷に耐えるっていう。で、ね、実際、後半はほとんど子供ものを出して大人ものになってきますからね。怪盗洗面器ってのが出てくるんですよ。怪盗洗面器、二重面相をさらに上回るっていうんで、線の。線の。そっち二重じゃなくて線だぞと、はいはい。で、洗面器とかかってるぞと。そうそうそう。で、およよ大統領と洗面器がこうくっついてるわけですよね。で、怪盗洗面器がこう。で、一見ギャグだけど、ちゃんと読ませるみたいな。まあ、基本的にギャグなんです。なるほど。次々とギャグが出てくる。でタイトルがいいよね、合言葉をおよよとかね、うん、怪物指令およよとか、秘密指令およよ、これ余計なこと言うと、あの今の文枝師匠の桂三枝当時の文枝師匠を褒めたんですよね。あ、そうそうか、そうそう、およよ三枝さんのおよよっていうのが引っかかると。なるほど。だから小林さんがなんかの側からクレームがあって、まあ、使うんだみたいな、そんなそこはいいんじゃないですかって言いたくなるけど、ちょっと揉めたんですよね、はい、へー。だからまあおよよって言葉はインパクト強いから、やっぱりね、小林信彦にとってみたらちょっとこう、まあ勝手に使ってくれるなと、ね、なんかあるのかもしれない。でもあの今この小説は残念ながら手に入りません。あの、なんでかというと出版構図の中で生まれてしまいましたけど、でもね、探すとね、面白いですよ、はい、この大統領の晩餐なんてのはね、面白い話で、猫にエビの食べさせるのってあるでしょ、知らない、うんうん、猫にエビの尻尾食べさせない、ね、それがテーマなんですよ。どういうこと。およよ大統領が、あの猫に猫をスパイさせるって盗聴器を仕掛けるんですよ。でそれでまあ世に放つんだけど、はい、したらその猫がエビの尻尾食っちゃうって、倒れちゃうんですよ、で盗聴器が入ってるのがバレるとヤバいって言うんで、およよ大統領がそれを回収に当たるんだけど、面白そう、面白そう、面白そう、面白いですよ、はい、大言葉およよは香港が舞台で、これは香港が舞台で、後半はほとんど網走番外地と日活映画のパロディーになってます。あ、じゃあいろんな当時の流行ったものとか、みんなが関心あるやつがギュッと詰まってる。当時の、でも当時の流行ったものじゃなくて、秘密指令およよの表紙なんかね、ヒボタンバクトも、そうですよね、宇宙ですもんね、そうです、そうですね、いいですね。後ろにいるのが、あのグルーチョ、マルクス兄弟のグルーチョがなぜかいますからね。こうグルーチョとチッコとアファーポが探偵役で 3コンビで出てくるんですよ。自分の好きなもの全部ぶち込んでる。あ、そう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 、これが商売として成り立ってるっていうのがすごいね。でやっぱりね、物語が、あのテンポはいいんですよ。なるほど。で単なるおよよ大統領っていうキャラクターだけじゃなくて、まあ当時 あの1970年代から、ね、はい、そのあたりのエッセンスなんですけど、ちょっとこの前読み直したんだけど面白い、小説のこうお手本みたいな感じがしますね。人生で読み直す本なんだこれ。人生で読み直すとね、発見がたくさん、そんぐらい濃厚なんですよ。そうなんだ、はい、失礼読むんじゃなくて、2回目があり得るんだ。あ、3回目もあります。3回目もなんかスルメイカみたいなもんで、噛み締めれば噛み締め、なるほど、あ、こういうことだったんだなみたいな、うん、で、これでまあ一応大統領が終わりにしたいと思います。なるほど、大統領シリーズありがとうございます。これぜひ、面白いですね。ほんと古本屋で、ね、見つけたらいいです。じゃあ次行っていいですか。はい、はい、いいですかね、テンポ。はい、次、せっかくだから迷う方の探偵。迷う方の探偵、ね、で今回はオフビートな人たちをね、はい、やってるので、せっかくだからオフビート、それもうプンプンに酔ってますね、もういきなりね、この表紙から。これも表紙だけで終わるんですけどね。これはあの、そうだよね、猫ピッチャーの作者、あ、猫ピッチャーの作者、そうそう、猫ピッチャー、ソタニー、ソニシケンジさんかな、はい、この人の猫ピッチャーの、これ探偵で、かわいいじゃん。かわいいですよね、うん、あの猫ピッチャーに比べるとこう少しこうライトなんですけど、面白いですよね。イルカの探偵もいや、まあ、いろいろとミステリー界には変な探偵がいると。どういうことなんですか。だって形もイルカなり猫なんですよね。そうですね。喋るの。喋る。イルカの一人称で書かれるんですか。イルカの一人称じゃないです。一人称じゃない、はい、あのお友達のイルカですからね。アニメみたいなことなんですか。アニメみたいですね。もうちゃんと喋る世界でっていう話だと。まあここまで来ると探偵っつってもね、動物のキャラじゃないかって言われちゃうんだけど、はい、じゃあ元に戻りまして、あーっつってますね、あーって言っちゃってる。これ史上最悪の探偵です。はいはいはい、
名探偵だったらね、名ですからいい探偵、迷う方ですから、はい、最も最悪な探偵はこのジョイス・ポーターとして作ったドーバー警部。ドーバー警部シリーズ。ドーバー警部シリーズ、これは巨漢で陰気でブオとかなんですよね、怠け者で好きなことは食べること寝ること、嫌いな人間は犯人です。オタクじゃん。オタクですね、で推理はめちゃくちゃ、で失敗すると責任は部下お前のせいだとか言ってですいやほとんどアクシデントみたいにして真相が判明するミステリーでもなんでもないじゃないですか。それところがですね、あまりに推理がかっ飛んでたり、その彼のその事件に対する扱いがひどいんで犯人が怒って出てきたりですもっとちゃんとやれ。でロンドンのねスコットランドヤードから来てる警部だからそんなアホなんじゃないだろうってんで犯人側がいやこれはきっと私は罠に乗せられてるに違いないと思って自首するとまあ深読みしちゃって。知ってる折島さんも知ってる知ってる読んだこれ。特にあの傑作の名高いのがこれ4作目の。そうなんだ、傑作として名高いんだ。傑作です、下品で傑作なんですよ。へえ、切断ですからね。切断。これは映像化されてないんですか。されてないんです。これは一本なんか面白そうじゃないですか。なぜかこう映像化されないんですよ。コメディだけど、一応そのミステリーとしても面白い。本格ミステリーとしても意外です。だから近代シリーズに出てくるあの轟警部の方がはるかにマシっていう。ああ、よし、わかったっていう。なるほど。加藤武史。加藤武史。あの常に粉薬をここら辺に間違えちゃう。あいつが犯人だって。加藤武史みたいな人が出てきて、うっかり解決しちゃうっていう。そうそうそう。彼のもっとひどくなったのが主人公です。エビスさんが事件解決しちゃう。これはひどすぎますよね。もうほんとひどい、読んでてもね、ほんとひどい男だなと思って怒りはしないですか、読みながら。いや、あのね、面白いんですよ、やっぱり。だからジョイス・ポーターって女性なんですけどね、なかなかね、男性を批判っていうか、まあそういうフェミニスティックな批判ではなくて、キャラクターとして、ミステリーとして面白い、ひどい顔してもね、これ ねでもなんか、面白そう、愛らしい感じで、でも、イギリスユーモアだから下品だし、もう見て読んでてうってなりますけどね。ああそうですか、いやでもなんかもうオタクとして親近感しか持てない。持てない、あ、もうなんか大丈夫、楽しい。イギリスのでも、もうちょっと笑いってね、本当独特ですよね。そう、イギリスの笑いは独特、違いますよね、やっぱりアメリカと、イギリスのユーモアってのはやっぱり、モティパイソンのユーモアもあるけど、またそれと違うユーモアもあったりとか、グロテスクな要素もあるし、グロテスクな要素があるんですね、これはどっちかというとグロな要素になりますね、はい、もっとグロな要素なんで、なんだろう、これは読んでる人がいると思います。クリスマスのフロスト、これはマヤさんにもたくさん言ってます。あのドーバー警部に つながる警部では、最近ではこのフロスト警部と、はい、最低と言われるタイプ、最低ですね、もう今だけに猥褻な話題が大好き、もうセクハラじゃないですか。デスクが汚いの。発掘すると昔の請求書が出てくるタイプ。書類仕事はだからすごい苦手なんですよ。でも事件は解決できる。あの、ね、解決するというよりはですね、やっぱり事件の中に彼がいて転がってっちゃうんですね。で彼はね、一応あのものすごい勇猛果敢なとこがあって、人間的なとこがあるので、警察署の人にはものすごい人気があるんですよ、はい、これ日本でも1位になったんですよね。へー、ミステリー、このミステリーはすごいと思う。あ、そうなんだ。でもなんかぼーっとしてる感じの人なんですね、じゃあ普段は。あ、さこの探偵、はい、でもね、こういうこと言うんだよね感情が好きなひどい、ひどい、最低、最低だわ。あの、いきなりですね、あの、現場に来るじゃないですか、それでね、こういう指をこうやってね同僚のお尻プッと後ろからやって、眼中が好きかいとか言ってで、ね、やめてくださいとか言うなるんですけど、そういうことやって平然としてる。へ、これ原文通りなんですよね、これ原文通りなんですよこんな探偵いるんだ、やっぱ最悪だわ。日本よりなんか探偵の幅が広いですね。広いですね。でもね、これはね、こう下品なんだけど、本当に面白くて、飽きないよね、これは。私フロストビオリってのがあります。フロストビオリいいですね。フロストビオリ、嫌なお日和だよってね。そう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 、本当ですよ、すごい長いんですよね。長いんで、こんな辞書みたいなやつなんですよね。でもね、一気に長さを感じさせない。二人とも読んでるってのはそうですよフロストビオリを。で、これはあの映像化になってます、ね、あ、そうなんだ、うん、
デイビッド・ジェイソンってイギリスの俳優さんがね、はいはい、イケイケ俳優さんがシリーズ化されてた、シリーズ化された映像の方で、うん、で作者は映像版あんまり好きじゃなかったんですけどね、なんでかっていうとこういうのがあんまりないんですよなるほどなるほど、うん、それねちょそこまで実写化してやってる実写してほしかったんですけどねこんな探偵もいるんですね、うん、こんなのいいんです振り切ってるわ、だんだんネタがなくなってきたりするけど、いけるところまで、はいはい、まあいっぱいいます変な探偵は、赤塚不二夫も入っちゃう、赤塚不二夫も大バカ探偵白痴小五郎、これも白痴小五郎がバカという小林少年が赤塚不二夫やりたい放題だなこれはすごいんですよ、もうむちゃくちゃですからねこれ、赤塚不二夫が一番やりたい放題の頃ですね白痴って嫌だっていう人いるんだけど、ドストエフスキーの白痴だったんでしょ、僕の深い言葉だと思うんですけど、うん、そうですね、ね、これも探偵は解決しちゃうんですかやっぱり解決なんですかね、なんかなし崩し的に終わるんですよ、ただのギャグですね、ギャグなし崩し的に終わる、うん、でも偉大な世界ですよ、はい、で隣はあの通信教育で探偵になったそんなやついるのか、通信教育で探偵になっちゃうやついるのか、通信教育ファイロガップはやっぱりファイロバーンス、そうですよね、やっぱりパロディなんですかね、オムツとファイロガバーンス、なんかおかしいよね、スクールディテクコレスポンダンススクールディテクティブそう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 、あ通信探偵でもファイロバーンスよりちょっと前かもしれない、ああそうだから偶然一緒かもしれないけど、ちょっと面白いよね、へえ、まあ、でも通信教育ネタったら面白いかな、面白い面白い、通信教育でなってる、時代を先取りしてんだね、そう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 、あほんあそうか、で隣はあのフランスの作家ですね、はい、ピエール・カミ、カミってあのコントをたくさん書いた人です、この探偵はロボット、さっきの足もふと違ってもうちょっとふざけたロボットですね、クリックロボット、口からこうなんか推理する人こうデータを出してくるというやつ、へえ面白いですよ、面白い、え神っていう人は、ね、コント作家なの、あの、ね、この人はフランスのコント作家なんですよ、であの名探偵シャ、あのなんだっけ、オルメスの冒険っつって、はい、やっぱりシャーロック・ホームズのパロディみたいな変な探偵を作ってあの連作があるんですけど、これはロボット、こっちはロボットなんですね、あの人工知能の研究してる人で、はい、あのダジャレを永遠に作り続ける機械を開発した人がいて、そのダジャレを作り続ける機械のデザインがあんな感じでします、このロボットはダジャレを、口からずっとダジャレを出してくる、ちょっと絵を持ってきたんですけどね、うわすごい、な何を吐いてるんだよこれやっつけてんですね、いや、やっつけてんだこれ、なんか谷岡康の話ブームだ、話ブームみたいな、面白い、話ブームですね、ギャグ漫画日和にこういうの出てくるんだけど、ね、一応ホームズだからこうホームズっぽい、これ表紙私の一応バイクと帽子とかぶって、ね、あ、本当だ本当だ、これ作った人が隣にいましたです、あ面白そう、こういう絵もあるんだ、この本はあのまだちゃんと売ってますので早川から出てます、で絵とその翻訳の高野優さんがですね、はい、遊びが分かってる人で言葉遊びちゃんと翻訳してます、うん、わーすごい、これすごい難しいじゃないですか、それやってくれないとね、そうなんですね、作品の本質がちゃんと変換されてるという、確かにね、ユーモアを移植するのは難しいですもん ね、 そ、 うね、それをちゃんとやってくれてる、でミステリーとしてもくだらなくて面白いという、あはあ、神にはものすごい天才作家、天才なんだよ、もっと読んで紹介されればいいなと、うん、ね、これは内野さん読んでらっしゃいますか、これはあの、はい、ただもうやっぱり欧米でもヨーロッパでもいや絶対アングロサクソンですよね、ああ、なんでミステリーはあ、アングロサクソン的なところがあんまりフランスとかあのラテン系はね、うん、あのミステリー作家っていうのは出ないんですよ、そうなんだ、出ない、なぜかフランスとかスペインとかイタリアとかあの辺から、うん、ミステリーってあんまり出ない、なるほど、民族的にはむしろ犯罪小説とか、あ、そっちか、そう、あ、悪の方、はい、だからフランスで本格ミステリーって異端なんですよ、そうなんだ、そうなんです、フランスっていう本格ミステリーはそんなに育たない、まあ、最近その女アレックスとか あの人はね珍しくね、うん、珍しいですよね、本格テレビの人なのに、あの女アレックスはすごかったね、驚きの結末でしたよね、ミステリー好きの会話してるね二人ともいいね、この名案ですミステリーがすごいっていうのでものすごいもうトップに入賞してるような作品なんだけど書いてるのはフランス人、フランス人なんですよ、じゃあ珍しくフランス人なんですよね、まあ悲惨な話なんだけど、悲惨だけどやっぱりエスプリかな、うん、ユーモアじゃないですか、フランス的なエスプリ、うん、すごい、でもすごい悲惨な話なんだけどやっぱりどっか笑えるんですよね、うん、面
面白い。でこれはそのフランス系の人ですね。神面白そう、はい、というわけで、はい、変な探偵もうちょっとやるからね、はい、さあ最後これだけ死に探偵なえこれニコちゃん大魔王じゃないのこれニコちゃん大魔王究極の探偵何かなと思って最近出たんですよこれお持ってきてる、持ってきたこれ一巻おしり探偵一巻ってことは前これ今大ベストセラーなのそこまで抑えてるの大山さん本屋さん行くとこうです、こんな平積みされえこれ子供向けこれは僕がわざと置いたわけじゃないですよいやそうでしょいやそうでしょもう本屋さん行かれると今おしり探偵がこう迫ってきますどこ行ったらすごいたくさんシリーズあるんじゃないですかおしり探偵ププレインボーダイヤを探せそうそうこのププっていうのがププッと解決ってのはあなんかそういう口癖みたいなあるんすねそうなんです分かったなるほどおならか、うん、だから名探偵だけにケツを割らないちゃんと事件を解決する、事件を解決するってそうそうそうでねあのよくこうお前らどうもお前ねすごいよねブーム匂いますねえこれ絵本なんですかこれ絵本なんですあじゃあ子供向けミステリーみたいなそう子供向けのミステリーだからむしろ幼児これすごいですよほらおしりこう最後こうおならでこうやっつけちゃうおならでやっつけちゃうの悪い人そうそうそ う, そうおならで君は館長は好きかいとは言わないですよ館長は好きかいとはその流れに通じますよなるほど確かにすげえなでもね今まで僕もミステリー何十年読んできましたけどお尻が探偵ってのはね初めてだって来るとこが来ましたね来てる初めて聞いた日本語ですよ僕も何十年ミステリー読んできたけどお尻が探偵というのは初めてだっていう日本語が新鮮でしたで今子供たちはそういう意味では人気があってお子さんのいるあの家庭ではお尻探偵持ってますって結構本屋行くとお尻探偵の風船とか浮かんでますよ、ああ確かにそのうちなんかショートアニメとかにもなりそうですねそうですねまだ映像化は多分されてないと思うんですけどね、うん、でもねこれは衝撃でしたね衝撃僕は一作ももちろん全然もう初めて知るんですけど、はい、推理小説的な出来としてはどうなんですか あのミステリーの要素はちょっと入ってるんですけど、いわゆる本格ミステリーというよりは、例えば迷路をやったりとかでもなんか言葉遊びがあったり謎があって、そうです。もちろん謎が前提があるんですね。いろんなものが盗まれたりするんですけど、まあ、私立探偵だからそれを解いていくんですけど。私立だ。パンツが盗まれたとかそういうミステリーじゃないわけですよ。そうでもまあそのそういうぐらいの緩さがある。なるほどなるほど。もう今日はお尻特集だね。これね本当は意外と知られてないので。ぜひここまでカバーしてるんですね奥が深くてもうやんなっちゃうんですよねはい、まあ、まともに最後に戻そうはい、ですね、去年読んだとかこれ一昨年の秋に出ましたね出てこれはやっぱり近年の中ではこれはお尻では関係ありません、筒井康隆これやっぱ筒井さんね、まあ、いろいろ、まあ、作家生活も長いですけど、うん、やっぱあの年齢で、うん、また新たにミステリー書くっていう時に割とファンはドキドキするんじゃないですか大丈夫なのか筒井みたいなあのね筒井さん自身がだからミステリーをこれ以前にもいっぱい書いてるから富豪、はい、刑事っていうか富豪刑事それからフェミニズム殺人事件ねそう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 あとロートレックスの事件そう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 これはもうフェミニズム殺人事件、はい、あの連載時に犯人宛ての募集したんですよ、はい、あそれすごい謎解きがあるから応募したよ俺応募した応募して孤独な作業やってんだねおあのこれあのこれ、ね、応募して、うん、当てたよおーあーすごいじゃないですかそれはなんかあるの合ってますみたいなのが来るの著者の写真入りのテレホンカードもらってすごい中3だったけどね中3で懐かしいですね。いいですね。懐かしいですね。フェミニズム殺人事件。面白いですよ。それでこう、まあ、満を持してなんでしょうけど、まあ、ファンとしてはこの年齢で筒井康隆がちょっと錆びてないか大丈夫かってちょっと不安になるところはなかった。いや僕もね、筒井さんってのはもともとすごい人だからノーベル文学賞をあげてもいいぐらいの人と思ってるんですけど、今回のものはあの冒頭はミステリーなんですよ、はいはい。死体が発見されて刑事が行って、で何だこれはって捜査が始まるんですけど、で中盤からは法廷ものになって法廷論争になるんですけどその会話がもう壮絶極まるもうねあの要するに今まで筒井さんが書いてきた世界観全部集大成だから
読んでるとね、あの時をかける少女ともつながってるんですよ。で、あの敵とか虚構戦団とかいわゆる、ある意味観念的な面白さっていうかアナーキーな小説ともつながってて、だからそういう意味では周太最後はね、もうね事件の解決なんてもんじゃなくて、宇宙の深淵にまで行く、哲学の領域に行ってますよね。哲学の領域、そうですよ、世界系だ、うん、すごいな。あ、そうそうそう、うん、多分これは僕も筒井さん、やっぱりあのある意味で老界とは違う境地というか、違うまた生き方という、すごいとこ行きましたね、筒井さん。すごいと思います、これ本当にすごい小説です。でこれはあの手に入りますので、はい、で前の作品を読んでなくてもこれだけ読むと驚くぐらいと思います。いや、80代ですからね。そう、80代でこれやっちゃうのかね。だから脳みそっていうのは多分年齢には関係ないんだと思うんですね。そうですね、そうですよ。堀島さんはどうでしたこのモナドの領域は。いや、もうあの、うん、なんだろうね、あの特殊な涙が出る。特殊な涙、まあ、特殊な涙、ここまで来たんですか。人間というのは本当にだから、そう作品ってなんか物を作るってのはこういうことだって、うんうんうん、ですよ、物を作るということは本当に、うん、もう無から生み出すっていうのはこういう作業なんだなっていう、すごいとこまで行ってんですね。もうだからそうですね、これもある意味だから振り切れた、これ振り切れてます、もう完璧に振り切れてます、うんうん、思いついてもやんないことをちゃんと落とし込んで、はあ、筒井康隆がお尻探偵見たらなんて言うんですか、ね、なんて言うんですかね、本当に俺はお尻は出てこないけど、いや、そりゃそうでしょうよあのでもあの、まあ、振り切れとというかね、同じですよね、想像力を超越してるという意味ではこれは、あ、そうなんだ、お尻だって探偵になると思わなかったし確かに、はい、確かに昔の東都のウォシュレットみたいなニュアンスでしたね、今ね、お尻だって洗ってほしいみたいなニュアンスだったなるほどね、いや、面白いです。以上でございますか、ね、まだそんなとこ、いや、はい、もう時間かな、大丈夫ですよ、はい、でもね、あんまり、はい、じゃあ最後これだけいこう、はい、じゃああのもうちょっと少しこうお尻話で盛り上がってるのでちょっと交渉に行こうかなと、はい、クイズです、はてなね、前半はリーガルスリラーなんですよ。リーガルスリラーってのは法廷弁護士とか出てくるのがリーガルスリラーですけど、はい、そうじゃなくて、まあまあ、法廷ドラマです、はあ、なるで緊迫の子ったのがドキドキなんですよ、ええ、でど、まあ、実はね簡単にネタを言うと、裁判員裁判の裁判員になるんですよ、はい、主人公、ええ、で、うん、俺も殺人事件を捜査を裁判しなきゃいけないなと思ってふって被告席来たの見たら女性なんですよ、はい、で女性が、まあ、人男を殺して裁かれてきたんです、ええ、でまあ娼婦だったんですけど、はい、恋人を殺したんだよね、それ でよく裁判の話聞いてるとどっかでこの女会ったことある、ああれ昔俺が振った女だったら気がつくんですよ、ね、で事件の真相がだん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 こう法廷で明らかになっていくうちにその男は青ざめるわけ、なんでかというとどうもこの事件のそもそもの端緒は俺が振ったことに起因してるらしいっていうことがだんだん分かってくるんですよ。面白い、面白いでしょ、面白い、だから彼女にはすごい心の傷を負わせた、そうそのことが原因は俺だぜってなるわけ、うん、でこれサスペンスですよ、サスペンス、どっかで俺がバレるんじゃないかとかそういう、うん、自分の方へで前半はそれの展開です、うん、で後半はまあ裁判終わりましてその女性の犯人は結局あの収監されて、はいはい、で、捕まっちゃうとか、で病院まで入れられて、はい、でも医療刑務所みたいな、そう男はうわ自分はなんて罪深いことしたんだって、彼女を救おうっつって、はい、今度は中に潜入して脱出する、マジそれ超面白いんですけど、プリズンサスペンスになります、そんな展開ありなんですか、はい、この小説は何でしょう、女が自分から出るんじゃなくて助けに行く、助けに行くんです、俺が悪かったっつ、いろんな変な奴らがたくさん出てくるんですよ、キャラが強いやつ精神病院に、それをこう一人ずつこうバイオハザードみたいに助けて最後はまあ人間的に最後こう一つの境地に達する、さあこの小説は何でしょう、何でしょう、はい、じゃあ答えを言います、はい、ドルストイの復活、そう、トルストイこんなの書い
いてたんだ。トルストイもやっぱりミステリーっぽいものを書いてて、は実は小説意外とトルストイの復活ってこう皆さんも含めてだったんです。僕もそうだったんですけど、こういいよなんか面白いだからという感じなんですけど、実はこういう小説なんです。おしまいの時に読んでください。おー大山さん、一番最後に意外な真犯人が出てますね。すごい、さすがの構成美、さすがだなぁ、ね、いや、画前読みたくなってきた、読みたくなってきた、読みたいよね、そっか、ミステリーの観点からするとそういう風に見えるっていうトルストイも、音楽だというとちょっと堅苦しいけど、堅苦しいし、読みづらい復活のね、こうおじさんトルストイですけど、なんかここいかみしてる、いや、俺はもう本当にね、戦争と平和全4回読んで、あなたとはこれきりですって手紙書いてた、手紙書いた、もう限界です、もうこれでも精一杯、私はなんかそのテレフォンカード送られてきた。そうね、あの小ぶりのマトリョーシカが、まあ、ロシアだけに。ああ、なるほど。でもこれ、はい、すみません、あの便乗していいよろしいですか。はいはい、これね、復活ってあの、まあ、映画にもなったし、これそれは見てないんだけど、あの映画になりました。なるからですね。これね、実はスターリンが、あの旧ソ連のね、独裁者のスターリンが、うん、あの、うん、死後にね、あのソ連邦が崩壊した後にスターリンの図書館という情報が全部開示されたんですよ、うんうん、それロシア当局になったね、うんうん、スターリンが何を読んでたか、うんうん、ね、でオリンピックやったらソチ行ったんでしょ、うん、あれはもうロシアのその独裁者が代々あそこに避暑地としてものすごい最高級の別荘を置く土地として、うんうん、リゾート地として有名なんですよ、うんうん、そのソチに設けてたスターリンの別荘の本棚にこの、うん、トルストイの復活があって、スターリンの直筆のメモが文章に線引いてあるって。なるほど。それでスターリンがトルストイの文章の11にここはうまく書けてるとか、うん、ここはいいこと言ってるとか、だけどトルストイがすごいヒューマニズムあふれるようなところをね、うん、文章書くよね、そこにはね、スターリン棒線引いて、うん、はっはっはって書いてある、うん、怖いですよね。スターリンが読んで読んでんだ、読んでそれが復活なんだ。いやでもそういう作品だとは思いませんでした。でも現代の視点で読むと全く違う小説にもなる。はい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 。いやこれはもう。画前読みたくなりました。画前もう、俺はすぐ紀伊国屋行く。うん。紀伊国屋。新潮文庫から出てるからね。ね。うん。これはぜひ読みたいところですね。いやすいません、これがオチですけど。はい。あーすごい。ありがとうございました。ありがとうございます。最高ですね。大丈夫です。今日発売になったね、陽性者から言うと謎の映画っていう謎の映画、ブックも、はい、ムックが出ました、それは僕も執筆者の一人ですけど、はい、映画の歴史の中ではなんだこの映画はって見てわからない映画があるんですよ。私もちゃもう読ませていただきます。あ、はい、それを書いた。サスペリアに関する、あ、そう、表紙がサスペリア、はいはいはい、分類不能な映画たち、そういうのをじゃあお書きになったということで、ダリオ・アルジェント監督のね、大傑作サスペリア、そうそうそう、39の謎って、そうそうそう、はい、もう本当あれも謎としては素敵なね、はい、ありがとうございます、はい、改めてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。面白かった、トルストイ、トルストイが実は変革ミステリーの活動だったっていう、プレゼン上手でしたね、また。なあ、おい、まあだけど皆さんの中にはともうお尻探偵しか残ってないですよ。ただ館長も好きですか。お尻探偵、ね、それは残ってるかもしれませんが、もう本当にもうだから皆さん出る前にお尻探偵プフッとだけツイートしてプフッっていうね、プフッ。いやでもなんかこうミステリー僕全然やっぱ読む習慣がなかったんですけどね、うん、なんか二人の話聞いてるとやっぱ読みたくなるんですよね。でしょ、うん、だからもう本当無限の欲やが広がってますから、はい、楽しめるよ、人生も本当に。ミステリーは豊かにしてくれますね。あのね、それね、一回読んだ作品でもね、うん、読み返したくなるんですよ、うん、細かいところ、あそこのトリックどうだったっけなとかね、 あれ、なんだったっけなって、犯人忘れることはね、まあ、さすがにないんですけど、でもやっぱそのゴールとか頂上にたどり着くのが目的じゃなくて、やっぱそこにたどり着くまでのプロセスもまた面白いのがやっぱいいミステリーで、騙される楽しみっていうのね。なるほどね、うん、そういうのが、まあ、大山さんだと前回ご登場いただいた時に紹介された淡坂妻夫さんという、まあ、朝勝さん、この人がなんかその、そういうのも文句なしに味わわせてくれる。そうですね、うん、よかった、皆さんも今日ご紹介した本を読んでいただければと思います、はい、トルストイの復活ね、うん、これは忘れられないですね。これはそそる、ちょっともう一刻も早く読みたい、はい。